では、今回も頑張って、えー、グラフに挑戦しましょう。今回はですね、えー、y イコール、ログ、x 分の、x のグラフですね。えー、13回目です。えー、方針はですね、もちろんシンプルに微分して、えー、増減表を、まあ、作るということですね。えー、対数が入っておりますから、えー、パッと考えてもですね、え、どのようになるかわかりません。さらに複雑になっているのは、 えー、分母が0ではないので、えー、x が1のとき、えー、分母0になりますね。ログ e の1というのは、真数が1であれば0ですからね。えー、なので、x の定義器はまあ、パッと考えて、えー、真数が0ということから、それと今言ったことから、えー、0から1まで、そして1より、えー、でっかい範囲と、こういう風に分かれますので、多分グラフは、x イコール1という、まあ、 縦の直線で分断されるというか、えー、かなり、えー、というか二つに分かれますね、えー。なのでなかなか予想がつきません。で、まあここに書いてありますように分母が0でないということに留意して定義域も、えー、間違えないようにするということですね、えー。積の微分公式、まあ必要ないかもしれませんが、それから、えー 関数の小ですね。飽きないという字は割り算のことですね。微分公式を用いる。これは当然、もう最初からですね、この微分公式は必要ですね。えー、有分の V は、あ分母の2乗。そして、えー、分子を微分して分母をかける。引き算することの分子そのまま、分母を微分するですね。引き算ですから、順番が大切ですから、 えー、分子から微分するんだったかなえー、それとも分母からかなということのないようにですね、分子から微分というふうに覚えましょう。では皆様は、あ一旦切ってですね、えー、30分ぐらい自分でまず、えー、パパパッと、えー、もう広告の裏などのですね、雑紙といいますか、捨ててもいいような、 えー、余白部分にね、パパパッと、走り書きをして、えー、きちんと書こうと思うとね、ノートとか用意して時間がかかりますから、そういう、えー、もう、いらないような紙の空白にですね、えー、僕は貧乏症ですね、えー、パパパッと書いてね、えー、素早くやってみましょう。それからゆっくり解放を見ましょうね。はい、30分経ちました。えー、料理番組みたいですね。えー、では解説申し上げましょう。 えー、以前、えー、11番でですね、えー、y イコールログ e の x 分の1というのを扱いましたが、えー、今回はですね、まあ、それでさらに分子に x がついたものなわけですし、えー、またはさらに以前ですね、えー、丸一で、えー、y イコール x 分のログ e x ですね、これはちょっと僕が勘違いして、えー、7か8でももう一回やってしまったというも、もうなんかかなりボケておりますね。えー、それを自分はかなりボケております。 えー、それをしましたけれども、まあ、それのですね、えー、ちょうど分子分母が逆になっているパターンですね、えー、だからまあ元の関数一般的に y=fx と fx 分の1がどういうふうになるかいうようなことをですね、えー、考察すると、えー、また、えー、自分のですね、えー、知識が深まると思いますねさて、えー、前もしましたが省エネのため、えー、それからさらに間違い防止とかですね えー、ボールペンなどのインクの節約にもなりますが、ログ E の X イコール、ラージ L という風に略記をしますね。えー、これでももう5文字書かなきゃいけませんけれどもね。えー、ラージ L であれば、大文字の L を使えば1文字で済みますから、えー、まあ、結構間違いとか少なく節約できますね。では参りましょう。えー、Y ダッシュは、ログ EX 分の X ですね。早速、略記をしまして、 L 分の X のダッシュですね。で、えぇ、ー、小、飽きないの微分公式を使って分母の2乗、分子は X ですからダッシュ、L はそのまま、マイナス X はそのまま、えー、分母を微分しますね。L2 乗分の、えー、ここはもう X は1ですから消えて、マイナス X ですね。そして、L はログ EX ですから、これは X 分の1ですね、微分はね。えー、これはもうログの微分は、 えー、X 分の1になると。パッと、えー、公式としてね、えー、覚えておきましょう。パッと出てこないと、えー、受験生としては飽きませんぜ。と、ありがたいことに消えますから嬉しいですね。約分できます。と、L-1 で L2 乗分のですから、まあまあ簡単になりましたね。元に戻して、ログ EX2 乗分のログ EX-1 と。え、真数条件は先ほどから言っておりますように、も X は0より大きいので、 つまり、ログ E のマイナス10とかそんなのは、もう定義外ですから意味がありませんね。定義域は、まず X は0より大きい。そして、分母が0でないということより、これに注意しないといけません。え、ログ E の X も0じゃない。ここですね。えー、ここというかもう、大元の関数ですね。大元のこの関数で、こう書かれているということは、当然も X は、ログ E の X は1ではないのでね。じゃなくて、すみません。ログ E の X は0ではないのでね。 で、ログ E の X が0になるのは X が1の時ですから、まあ、1でないということから、えー、ここですね。えー、従って、丸1、丸2から定義域は1でない正の実数すべてであるということでございます。そして、Y'、えー、は0とすると、 えー、y ダッシュはこれですからね。えー、ログ e の x が1であると。つまり x は e ですね。対数はこう e と e ね。定とこの真数が揃うとですね、10と10とか、えー、ログ e の3の3とかいう風うに揃うと1ですからね、すべて。なので x がまあ e と。e は2.71828ぐらいですね、近日はね。えー、だからそこを境に、えー、符号がですね、変わるということですね。分母は正ですから、 考察する必要はありません。では次に、第二次導関数を考えましょうね。まあこれだけでも書けないことはないんですけどもね、なかなかログ E の x 分の x というのは正体がわからない感じですからね。では参りましょう。えー、y2' はですね、先ほど、えー、 ま、L2 乗分の L-1 が第1次同関数 Y' でしたからそれを微分しますね。略記をしますと結構早いですね。と、分母が2乗。再び小、商いの微分公式を使いますね。と、分子はこれですからこれを微分して分母をかけます。引き算することの分子そのまま分母の微分ですね。L は大体いいログ EX という、まあ要するに x の関数だと思えばいいので、ひとまとめにしてやりますから、2l, l' ですね。ひとまとめにしたもので微分して、次にそのひとまとめにしたもの自体を微分して掛け算すればいいですね。ちょっとややこしいですけども、頑張りましょう。L4 乗ですね。でそして、L-1 のダッシュはもう L' と一緒ですけれども、L' は x 分の1ですから、こうなりますね。L2 乗はそのままね、略規とそうでないもの。 混合してるような気もしますけど大丈夫ですねそしてマイナス2がありますから 2L マイナス 1L はそのままでこういうとこ忘れないようにしましょうねで L ダッシュはここでもしましたけども x 分の1ですねそうするとまあ x 分の x 分のですから x を通、えー、分するというかね分母に持ってまいりますと x l 二乗え4乗 そして上は L2 乗マイナス 2L、L-1 ですから、一応二次式になって整えますと、こうなって、こうですね。幸いにして、えー、まあ、ここら辺で見るとね、定数項はありませんのでね、L がもう一つ約分できて、ちょい嬉しいかなという感じですね。XL4 乗のマイナス L、L マイナス2ですから、L が1個、 約分できて、こうですね。つまり、マイナス X。略記したのを元に戻しますね。ログ EX の3乗。ログ EX マイナス2ですね。ちょっと複雑ですけどもね。マイナスの符号があるということをね、えー、忘れないようにして、Y2 ダしを0とすれば、えー、分母はもう0になることはありませんのでね。えー 結局、分子が0になりますから、ログ E の X は2。そして X は、えこれを、もう定義の式をそのまま、ログを使わず戻してやれば、E の2乗イコール X ですね。大体、だいたいログというのは指数イコールの形にした時の筆記方法ですからね。まあ、第二次動関数は E の2乗のところで、えー、符号が変わるということですから、変極点あたりがそこに、 ら辺に関与してくるということとですね。ところでですねこのこれのね符号を、えーまあ、E 乗とかですねでさらには、えー、1の時はこれは定義されていませんのでそこら辺で符号が結構コロコロ変わるんではないかとねいうことなぜかというとログ E の x というのは、えー、今これから説明しますけれどもね、えー、ここにもありますがえー 1>, 1を境にですね、えー、プラスマイナス、プラスになったりマイナスになったりしますので、当然3乗ですから、これ、符号に影響を与えます。なので、E2 乗の時だけの区分けをすれば、区分分けをすればいいと、早がてしてはいけません。では、続けてまいります、ねえー。そしてやはりですね、まあ、幅広く考察するためにね、えー、本当はこういう問題は受験生としてはもう、 理想的には5分ぐらいでね、ポーンともう書いちゃうと一番いいんですね。そうするともう1時間で本当にもう、えー、まあ10個とかね、えー、20個、30個ぐらい進めば一番いいわけですけれどもね。えー、しかし、まあ、こういうふうにですね、えー、まあ僕の講座を聞いてればかなりいろんな、えー、勘所とかですね、経験による技術が積もると思うんですけれどもね、えー たまにはゆっくりね、こう考察すると、またいろんなことが見渡せて、帰ってえ、からくりといいますか、仕組みがよくわかるということもありますね。たくさん解いているだけでもね、確かに解けたらそれはいいんですけれどもね。えー、まあ、大げさに悪く言えば、上っ面だけをさーっとやってるだけで、本質的なことがね、なかなかわかってこないということもありますのでね、一長一短でございますね。 えー、さて、もうと,とにかく、ロ、え、グ、ー、EX というのが関係してきましたら、こういうグラフをですね、パッと思い浮かべられるといいですね。えー、このグラフ、まあ、値は、えー、数のようにって書いてあるのが左図ですね。左の図のように実数全体に渡り、X が1の時は0ですね。X が1の時は0で、えー、値はこういうふうにずーっともう Y 軸ですからね、もうマイナス無限大からプラス無限大ね。これは ちょっとこう伸び悩んでおりますから、なんかプラス無限大に行く気がしないかもしれませんけども、これは当然行きますね。でと、なので先ほど説明しましたように、y2' の符号判定は注意します。分母に log e の x の3乗がありますからね。それでここでもですね、省エネでちょっと頑張って、まあ次のような風に考えましょう。もちろん区分けしてですね、えー、正確に考えればそれで大丈夫なんですけどね。 で、まあ、ログ EX が分母にあろうが分子にあろうが符号として考えれば、掛け算も割り算、小も積も小も同じなのでね、えー、値を代入した時の値を考えると、それは当然もう分子に持ってきたら、えー、当然ダメですけれどもね、符号として考える場合は、えー、分子にあろうが分母にあろうが一緒なのでね、こういう分数関数ではなくて、えー このログ E の X3 乗をですね。上に持ってきちゃって、ログ E の X3 乗、ログ EX マイナス2と。ね。こういう関数をですね、考えちゃいますね。もうこういうふうにしちゃうわけですね。もちろんこれはイコールではないですからね。ただ符号としては今言いましたように分子に来ても構わないので、まあ、マイナスは忘れないようにして。マイナスは符号判定に重要ですもんね。 で,ですから、X ももうどちらでもいいわけですよね。これはもう、えー、X はもう正と決まっているのでね。もし、X も実数全体だったら、当然、符号が来、えー、ますけれどもね。だからもう、早い話がこの式で、なおかつ、本当はこれもない状態ね。と、マイナス L3 乗 L マイナス2、これですね。のグラフ、ね。ここに書いてありますが、さらに、上記の分母の X はもう、 いつも正なので考えなくても良いですとね。で、これはですね、もうパッとグラフはひらめくように、やはりしておかないといけませんね。えー、マイナスの4次関数で、えー、ここにからわかるように、0を30回ですね。30コンに持って、あと2という、L-2 が0のときは2ですからね。従、えー、って、ここのように、えー、これは000と3つの ね、0、ゼロ本当は一つですけども、00030ゼロゼロゼロ回ですから、こう000ゼロゼロゼロで3個交わって、2で1個交わるという、えー、w をひっくり返した、m 字型ですね。m 字型の、えー、グラフをね、書けばいいんですけどでゼ0は実際一つですから、ここがま、変極点になって、こう、潰れるということですね。こういうふうに符号を考えれば、 えーまあ、0を30回に持つ上に凸の四次曲線ですから、簡単に言えば、今これの符号を考えてるんですね。これ自体、つまり y2' ですね、は、えー、x が、えー、じゃなくて l がですね、正確に言うと l 軸ですね。l 軸をこう、ね。l が0より小さいか、または2より大きいときはマイナス。0から2までの範囲でプラスですね。 え、勘違いしていけないのはですね、えー、x って0より小さいところは鼻から考えなくていいんじゃないかと思うかもしれませんが、えー、違います。勘違いしてはいけません。今考えているのはこれは x ではなくて l ですね。いいですか ?l は何であったかというと、これは log e の x ですからね。log e の x。つまり l ージ l は、えー、いっぱいマイナスの値を取りますからね。 その中の真数の x が正であってねこのグラフと勘違い、ね、してはいけませんよ、えー、整理しましょうそれではどんどんご説明申し上げます、えー、今見たように、えー、なので l ですね x と勘違いしてはいけません l がマイナスか l はまた2より大きい時に y2' の符号はマイナスですね え、グラフが下にありました、ありましたもんね。4次関数のね。そして、その間の0、L が0から2の時は、プラスになる。ね。で、L イコール0とか L イコール2はそれぞれ、もちろんこれですね。略記してあるわけなので、ログ E の X が0、ログ E の X が2と、時、つまり X は1と、これは E の2乗ですね。先ほど見ましたが、E の2乗を表している。ね。だから、例えばですね、こういう風に、ログ E の X を L と略記すると、L の えー、余事式という風にですね、また、あ見ることも、そういう想像もね、そういう風にアイデアが、えー、気がつきやすい面もありますね。で、X の範囲に書き換えると、えー、0より小さいまたは2より大きいというのは、こうなるわけですから、すなわち、えー、X は0と1の間ですね、えー。ログ E の X は0より小さくなるのは先ほどのグラフを見ればいいですもんね。そして、X が、 e の2乗より大きいということですから、この時に y2' が負になるということですね。ね、y2' はもう増減表、今ここにもね、ちょっと書いてありますけれどもね、えー、忘れないうちに書いておくと、y2' は0から1、それから、えー、e の2乗より大きい時にマイナスですねで。あとはプラスですから、e の時はこれは y' の関係でこの列があるので、 もう、これは計算せずに符号のみを書いておきますね。その間はもちろんプラスですもんね。で、y' ね、もう一回復習していきますと、y、えー、は、大元はこれですね。y' はこうなりますから、えー、ログ e の x 分子の符号によってプラスマイナスが決まります。えー、イコールになるのは e のとき、ここですねで。それより大きければ当然、えー、増、単調増加ですから、 プラススですね。ね。マイナス、ね、いつもと同じように、えー、例えばこの x が1の時はもう分母が全部バンバンバンと0になりますからもう全部定義されておりません。0の時も同様ですね。0,、えー、っと0の時は、えー、もちろんまた真数が0になってしまいますからこれも定義されておりません。ね まあも分子が0ですから0と思っても悪くはないですけど、それはい,き、ま、いけませんね。悪くはないと思いますと言いましたけど、悪いですね。えー、真数が0ですからもうダメです。式が意味をなしませんね。で、例えば E の2乗の時というのは、えー、E の2乗を入れると、これは2ですから、2分の E の2乗ですね。まあこういう時はですね、大雑把にね、えー、E は2.71828ですけども、 もうめちゃめちゃ大雑把に3と思えばね、えー、だいたい2分の、えー、算が9ですから2分の9、えー、4.5とね、だいたいのイメージがわかればいいのでね、えー、もちろん精密にグラフを書くときはもうちょっと2.71ぐらいにしないといけませんけどもね、えー、e のときはログ e の e は1ですから e コンマ e ですね、2.71 8 28よかったかな。<laughs> ね、と、まあ、こういうふうに書けます。えー、y2' がマイナスの時に上に出っ張り、プラスの時に下に出っ張りですからね。プラスは上、下はマイナスというイメージがありますから、えー、マイナスの時下に出っ張ると勘違いしてはダメですよ。反対のイメージを持たないとね。で次に厄介なのはですね、えーまあ、こういう対数関数とかですね、分数関数。 まあ無理関数もそうですけどもね。えー、前近線というのをちょっと考えないといけないんですね。もう、4次関数とか3次関数だったら、この増減表を書いてもう終わりという感じなんですけどもね。えー、前近線を考察します。まず、x が右側から1に近づく。これをまあ1プラス0、ね。えー、1よりちょっと大きい方から近づくという意味ですね。時は、log e の x は プラスの値の値まままに近づきますね、えー、これはまあ今あのグラフ出しませんけどこういう風ですもんねログ E の X はねだから 1, 1がここら辺にありますね1コンマ0という点にグラフがバーッと近づきますが右側から近づけば、えー、ログ E の X は正の値のまま0に近づくので結局、えー、この今問題になっている式はですね X はもちろん1に近づいておりますから1ですよねでログ E の X は0にどんどん近づくので 結局、無限大となりますね。1を、えー、こっちは1に近づく。で、こっちは0ですから、例えば0.0000001なんで割る、とかで割るわけですからね。えー、もう無限大となりますね。だから、右側から1に近づくときは、この、今、問題になっている、これから、グラフを書こうとする関数は、ボーンと、ね、天空の彼方真上にですね、ボーンと非常に、えー、駆け上がるというか、えー、もう、 上上り上がるわけですねで同様に x が左側から1に近づくね 1−0 と書きますね1より小さい値から0に、えー、その幅が限りなく0に近づくという意味ですもんねとこれはですね、えー、もちろんグラフはまた0に同様に近づくんですけども今度は負の値のままですねこれを見逃すといけませんねマイナスの値のまま0に近づくので結局これは分子は1に近づく有限値ですもんね とログ、e、の X はマイナスですから例えば 1÷-0.0000001 とかなるので分数全体としては -10 億とか -100 億マイナス -1 兆というような感じででっかくなりますからマイナス無限大ですねつい一緒だってんで勘違いしてね符号を忘れると、えー、プラス無限大のままになっちゃったりしますのでね、えー、0に近いといっても符号は重要ですね割り算掛け算をしたら符号は 消えませんもんね。なので、x1 が、x イコール1がいずれにしろ、前金線になってえ、今言い忘れましたが、この時はえ、x イコール1という直線の左側ではえ、この関数はボーンと落ち込むわけですね、ボーンと。だから、もう谷底へ落ち込んでいるので、結局、x イコール1という直線があって、ポーン。そして、こちらでは、天空の彼方に駆け上るということでしたね。 それでは早速グラフの方を見てまいりましょう。えー、先ほどね、説明したように、えー、直線 x イコール1が前金線となります。えー、グラフはいつものようにですね、え g r a p e s graph presentation and experiment system というのでですね、えー、大阪教育大学附属高等学校の友田勝久 先生という方がですね、えー、開発されたもう偉大なる関数グラフ作成ソフトですね、えー。とても本当に素晴らしくですね。もう活用しがいのある素晴らしい素敵なツールですね、えー。フリーソフトなのでダウンロードできますのでね、えー、ダウンロードするとブドウの身、えー、の房のですね、マークが出るようになります。えー、では見てまいりましょう。友田先生に非常に感謝しております。 えー、こうですね。えー、もうちょっとちっちゃくしましょうかね。えー、もう少しね、ちっちゃくしましょう。何せね、えー、はい、こうですね。何せ、えー、x イコール1のところでね、こう左右に分かれますね。 えー、そして一見ですね、まあ、歪んだ、まあ、放物線というのは2次関数ですから、えー、ちょっと例えが悪いですけれどもね、まあ、歪んだ放物線のようにですね、U 字型に行くのかなと思いますけどもね、えー、本当はそうではなくて、これは変極点がありましたもんね。だから、えーまあ、縮尺の都合でほとんど直線のように見えますけども、こうやってなって、そして今度は上に出っ張りに変わるんですね。 えー、手書きでもし書くとですね、えー、もうちょっとそこを強調して、えー、下に突、そして上にこういうふうにと書けるかもしれませんが、でもそれはあのあれですね、こういう縮尺で書いている以上は本当は精密に言えば、えー、直線のようにこうずっとなってくるんですよね。まあ、直線のようにというとおかしいですけれどもね、えー。だからやはり手書きで書くと不正確なところもあります。わ、まあ、かりやすい面もあるかもしれませんけどね。まあ、いずれにしろ、 下に出っ張り、そして上に出っ張るところに、この E2 乗コンマ、2分の E2 乗、ね。値としては一応 E をもう大雑把に3とすればですね。本当は2.71、一ハニハ828ですけれどもね、3とすれば9コンマ、4.5ですね。それからここはまあ3コンマ3あたりで、えー、極小値ですね。で、こちらの方にこういうふうに、えー、左の切れ端といいますかね、あります。 こちらは原点に収束しますねよろしいでしょうかえ、まあ、結構美しいグラフですねさて、えー、今日はですね、えー、今回はここからさらに少し分析をね、えー、してみましょう非常に重要なことですけれどもね、えー、まずですね、えー、蒸気においてですね、えー、先ほどもちょっと言いましたけれども原点に収束する部分についてはですね 今、今一度グラフを見ますとね、えー、こうですね、この部分ですね、えー、2つにこうグラフは分かれておりますが、この部分ですね、原点に、えー、収束するんですね。部分についてはですね、えー、増減表からもこれずっと来ますから分かりませんもんね。ひょっとしたら今度、えー、まあ、そういうことはね、いろんな可能性からないんですけども、上に出っ張りで、えー、ですからね、だからいつかはこう、 こういうふうにぶつかるはずなので、まあ、全部これが今度 Y 軸が前近線になるということもですね、えー、な,いはないのですけれども、しかし、原点に収束するか、ずっと上にかん、単純に見るとね、上に行くということかもしれないなと思っちゃいますよね。ですからそこもしっかり、えー、考察しておかなければいけませんね。検証と言いますかね。えー、濁してありますが、以前この逆数の関数である、 こういう x 分のログ e x で、えー、まあ、プラスの方から0に近づくときに、これはマイナス無限大にね、ずっと谷間のように、奈落の底に落ちるというのを用いましたで。その時もですね、正確に言うと濁してあったんですけどね。まあ、用いましたので、えー、これはですね、えー、こういう、ここでね、しっかりやっておきますと、こういうことですね。えー、まあ、これ 本日のと逆数ですけどもねえー x 分の logx は、えー、x 分の1かける l o g e の x ですねもちろんねと x 分の1はですねこれは、えー、x が0にプラスの方から近づくので、えー、1÷0.00001 00とかねいつも言ってますようにそれは10億とかですね1割る0 0 0 0 0 1、えー、1 0億100億1000億というふうになるのでえー、プラス無限大ですね 気をつけないといけないのは、もしマイナスの方から近づくと、マイナス符号が残りますから、マイナス無限大ですけどね。で、ログ E の X はグラフがこうなっておりますから、マイナス無限大ですから、これはもう無限大と無限大をかけているので、どう考えても無限大ですね。気をつけなきゃいけないのは、無限大かける0とかね、型やでっかく、型や小さくなると、もし割合があればですね、それは、えー、 定数に近づくことも十分考えられますね。えー、なので、えー、微妙なところですね。で、えー、まあ、ということで、マイナス無限大にこれはなるということね。だから逆数は、マイナス無限大分の1で、えー、これはマイナスがついててももう、えー、0ですね。えー、あのー、割るのでね。えー、という、まあ,あ、理解で大丈夫でしょうということですから、0に近づくということで、 まあ、グラフはですねここに書いたように、えー、こうなるんですねこういうふうに原点が白丸になるのも珍しい感じはしますね以前もでも出てまいりましたけどねでさらにちょっと分析をねここからが重要ですね、えー、さらにですねどんどん分析をね、えー、加えていきたいと思いますが、えー、ではここでですねさらに一般的に x とか log e の x の増加の雰囲気をですね えー、まあルート X という別のですね、ここでは登場してませんが、これなどをですね、仲裁と言いますか、まあ仲介というかですね、えー、喧嘩しているわけではないんでしょうけれども、中、えー、立ちに使って調べていきましょう。でご存知のように、えー、これは、えー、ログ E の X ですね、一応を通っておりますで。これがルート X ですね。と、え、も、ー、にまぁ、あ、X は正の範囲でしか、 え、定義されておりません。ルートマイナス5とかは無意味ですもんね。虚数の範囲はありませんもんね。これも対数も真数条件でもちろん定義域は x は0より大きい部分のみに限られますね。そこで fx イコールログイ、e、の x。対数関数ね。gx はルート x。無理関数。そして hx をまあ、x。これは ここに書いてございませんけども、斜めのこう直線ですよね。一番簡単な1時間数ですね。斜め45度で。そして今ですね。これはコンサではなくて今。差を調べるために、y イコール gx-fx。つまり、ルート x-logex という関数を、ちょのグラフをちょっと書いてみますね。パッと見てですね、えー、 やはり代償関係は明確ではありませんもんね。まあ、例えば e とかですね、えー、1とかですね、えー、もし1を代入すれば、ルート1引く、ログ e の1は0ですから、これは1ですね。なので、えー、正になりますね。それから、例えば10なんかですと、まあ、ルート10。でも、ログ e の10というのがね、はっきりちょっと分かりませんので、ちょっと不安ですし、たとえ、 ま、近似値を電卓などで計算して、4つぐらい計算して、4箇所においてこれがプラスだとしても、たった4箇所ですから、他のどっか1点では逆転するかもしれないので、もう全く、やはり増減表を作って、グラフを書かないとわかりません。そういうところを精密に教えてくれるのが、微分、同関数とか増減表ですね。したがって増減表は威力を発揮します。 まあこういうグラフですからね似てますもんねここら辺大雑把に言うとね、えー、直線の方はもうはるかにあれですからもし x g e x だったらばまあ当然正ということはね、えー、右へ行けば行くほど正になるということは分かりますけどもねいずれにしろ精密にえ調べてまいりましょう、えー、もちろん差を作るので反対でもいいんですよ f x g x でもね どの道いいですどっちでもいいですね。さてではどんどん考察をね続けましょう。えー、受験勉強でねなかなか、えー、皆さん自身がねこういうことをするのは、えー、難しいかもしれませんのでね時間的にねなので僕の講座を聞けばですねかなりプラスになりますし、えー、これはまあ一般の社会人の方もですねまあ、この微分自体ちょっと難しいですけれどもね、えー、また微分とはどのような意味があるものなのかという、えー、そういう 講座もですねいたしますのでお楽しみにお待ちくださいさてでは f x えー、っと g−f ですねえー、ルート x ス l o g e の x ですねえ g x ス f x ですね えー、これを微分しましょう。そうすると、えー、ルート X の微分はもうルート、えー、2ルート X 分の1ね X の、えー。X の2分の1乗としてパッと出てくるといいですね。で、ログ X はこの X 分の1になる。これがちょっとありがたいところですね。X、えー、ログが消えますのでね。そうすると、まあ、通分して 2X。ルート X ですから、ルート X をさらにかければ、通分できますね。そして、これはもともと X ですから2をかければいいので、 ルート x 2結構簡単になりますね。どうせなので y2' も計算しましょう。最後の式にこの小の微分公式を適用してもいいのですが、これですね、えー。これにですね、これは U 分の V ですけども、どうせならですね、こっちをしましょう。ね、簡略化のために真ん中の式を微分しましょう。なぜかと言いますとですね、これは、えー、x のマイナス2分の1乗ですし、 これは x のマイナス1乗なので、えー、小の微分公式を適用しなくともですね、x の累乗という形の、えー、一番初歩の公式を使えばですね、まあ初歩といっても、肩の上の数が整数ではないですけれども、一緒ですもんね。それを使います。なので、この式ですね、真ん中の式を微分します。いいですかこれですね、ボンと移動しましたね。 そうすると、えー、さすれば。さすればと言っても別にあの、お腹を刺するわけじゃないですよ。そうすればということですね。えー、これは二分の1かける x のマイナス二分の1乗。そして、後半はマイナス x のマイナス1乗ですから、今説明しましたように、指数の、えー、公式ね、微分の公式で2分の1は残しておいて、えー、マイナス二分の一が前に出て、えー、肩の上の数が 一つ減ります。マイナス二分の三ですね。マイナス二分の一、低い値です。で、同じように、これもマイナス一が前に出て、マイナス二になるので、比較的簡単ですね。と、ま、あ、二分の一同士かけて、符号に注意して、マイナス四分の一。で、マイナス何とか乗は分母に来ますので、x の二分の三乗分の一ですね。二分の三乗は1.5ですから、x そのものと、二分の一乗、ルート x をかければいいので、 ま、こうなるわけですね。プラス、えー、x2 乗分の1ですから、こうなって、えー、一応 4x2 乗という風うに分母を共通にしますと、えー、これはすでに 4x√x ですから、あと √x だけかければいいので、まあ、符号に注意して、マイナス √x ですね。から、x2 乗分の1の方は、4が足りないので、4倍しておきます。え、これもですね、比較的簡単になりまして嬉しいですね。 よろしいでしょうかなので上の情報から、えー、y' はこれですねそして y2' はこれですから y' が0の時は、えー、分子が 0√x-2 が0よりルート √x が 2x は両辺を二乗すれば4ですね、えー、間違って √2 とかしないようにねで同様に、えー、y 2ロはこれですから マイナスルート X プラス4が0、まあ、ルート X を頭の中でこちらに移行すればこうですねしたがって X は16ですねしし当たり前のことですけども瞬間的にルート16は確かに4だとこういうふうに確認すればいいですね間違えてプラスマイナスルート16とかね変なことをやらないようにしましょう、まあ、いずれにしろ X はね0よりでっかいところでしか定義されておりませんので、えー、ちょっと気が楽ですね えー、するってえと、えー、ちょっと、江戸っ子に急になってしまいましたけど、えー、するとですね、するってえと、えー、増減表はこうなりますね。えー、4と16で、えー、まあ、区切りがあるので、く、そこで区分しますね。で、例えば4の時ね、え、ここにまとめてありますけれども、y は、えー、ルート4引くログ e の4ですから、ログ e の4は、まあ、そのままでももちろんいいんですけども、えー、2の2乗ですから、2ログ2ですね。 ルート4は2ですから2 2ログ2とかね。16の時もま同様に計算すると4引くログ4 4ログ E の2ですね。で、えー、y ダッシュはこうですね。ですから x が2より、えー、ルーじゃなくて4ですね。4より大きいところでプラスですからプラスプラスプラスね。まあ、増減表はいつもの書き方通りですねマイナス。 ね、こういう16の時いちいちこの y' を計算する必要はありません、まあ、計算してもいいんですけどね、えー、ちなみに計算すれば、えー、ルート16で4く2ですねそして32ですから32分の2ということで、えー、16分の1ですけどもね、えー、別にそれを点を取るわけではないのでプラスということが分かっていればいいので不要なところは符号だけにしますね0のところだけしっかり埋めます そして、えー、例えば、えー、y' と y' 2は x が0のところでは分母が0になりますから定義されておりません、ね、まあもともと y 自体あの正というね真、えー、数条件から正ですので、えー、なのでまあとにかく4と16ですね y' はこうですから、えー、ここ0そして y' 2はこれですから、えー、マイナスをね、えー、注意しましょう。 えー、マイナスでくくれば、√x、えー、マイナス4ですね。マイナスカッコ、√x マイナス4ですから、これは y2 ダッシュのようにですね、x が、えー、16より大きいほどマイナスになるのでね、えー、16の時に0ですが、えー、ここを間違えてプラスにしないようにね、で先ほどと同じように、えー、4のところはいちいち計算せずに符号だけにしておきますね。そして、えー 定義されないところではきちんと明確にそれをアピールするためにも斜線を引いておきますね。えー、白い空欄にしておきますと、えー、ひょっとして計算忘れとかね、えー、そういう考えるのをそこは忘れたのかと思われますからね。えー、そうするとですね、えー、y2' はプラスの時に下に出っ張りですからね、えー、マイナスの時に上に出っ張りですね。え、プラスが上、マイナスが下というイメージがあるので、 えー、ついプラスだと上に出っ張りと思いがちですが、下に凸ですね。と減少で下に凸。増加で、えー、下に凸。増加で上に凸ですから、こうなりますね、えー。こういう風な感じになりますね。そしてさらに、えー、まあ、極限を考えるともね、多少めんどくさい感じはしますけども、えー、ログ E の、これはもう簡単ですもんね。ログ E の X は、 えー、x が、あ、正の方から0に近づくときは、これはグラフが、今日は書いてませんが、ドーンと落ちますから、奈落の底へ行くので、マイナス無限大は当然ですから、えー、この y という関数の、ルート x 引くログ ex。ルート x は、あの、0に近づくと0ですからね。だから、0引く、マイナス無限大で、プラス無限大になりますね。えー、要するに0、要するに0.00001、マイナス、えー、 マイナス10億1000億とということですからねだから符号に注意してプラス無限大ですからグラフは、えー X、y 軸ですね、X、イコール =0y 軸を前近線にしてド、えーンと天空に駆け上るはずですのでこのようになりますね。はい、こ後々の方をねここの辺極点を見るためにですねちょっと縮尺を小さくしてありますので。 えー、本当にこう Y 軸ともくっつきそうですけどもね実際はこれ離れているわけなのでね、えー、ここが4コンマ2マイナス2ログ E の2ですねこの増減表でね本当は同時に写すといいんですけどね、えー、極小点ですね極小値そしてここは下に出っ張りから上に出っ張りに変わるので、えー、変極点ですね気をつけないといけないのはですね一瞬 これはこういうね、崩れた U の字のようにもうずっと登るかなというふうに思ってしまうんですが、実は下に出っ張りから上に出っ張りに変わるんですね。ちょうどルート X とかログ X のように上に出っ張りになってるんですねえ。伸び悩むと言いますかね。まあでも今はですね、えー、これ何をやっているのかを明確にしておかないといけませんが、一応、ルート X マイナスログ EX という関数のグラフを え大小関係を明白にするために書いてるのでまああまり本当は変極点とか必要ないんですね基本的にはもうこれでグラフは x 軸より上にあることが分かりましたので、えー、いつもですねもう全定義域で、えー、グラフが正というグラフがね上にあるということはこのルート x の方がでっかいということですからねそれさえもう分かれば十分なので、えー、先ほど4つの点とかね言いましたけれどもね すべての点においても、えー、上なんですね。あの、すべての点において、ルート X の方が、ね、えー、大きいわけですね。なので、えルート X マイナスログ E の X はいつも0より大きい。ね、すなわち、ね、えぇ、ー、まあ ここういういとですね。すなわちで切れてますけどね全範囲にわたってログ e の x はルート x に頭が上がらないという状況ですねでこれはやはりこのようにですね、えー、微分の知識を使ってグラフを正確に書いてみないと、ね、先ほどから言っておりますように4つぐらい点を取ってその時にルート x が上にあると分かってもですね、えー、じゃあ他の、えー、点ではどうかという保証は何もありませんし点は有限個しかない たとえ1億個調べたとしても、えー、1億1番目の点は下にあるかもしれませんという疑いを払拭することができませんからねでさらにまあ深く調べるために FGH のグラフを同時に描いてみるとね結構状況がわかりますが、えー、こうなりますねまあこれだけでもですね、えー、多少は、えー、先ほどのようにグラフを正確に書かなくてもね正しいところは予想はつきますね もちろん、えー、ご存じのようにこれがこれは今あの傾きが45度でないように思われると思いますがこれは縮尺が違うからですね、えー、ちょっと遠くの方を見るために、えー、ここら辺を100にしてありますのでねで対してこちらの方は、えーまあ、5とか10とかね、えー、2倍ぐらいのちょっと伸びやかにしてありますのでねあんまりあの同じに書くとまたそれはそれで潰れてしまうのでね今度はこっちがね。 ここら辺がちょっと大きいので分かりにくいんですけれども、まあ、いずれにしろ、こういう風にですね、ログ E の X、それから、この赤い、オレンジがログ E の X、対数関数。えー、赤いというか紫色のが、ルート X ですね。こちの方が上にこういってるので、ま、あでも増減表とか書かないとね、これはもっとこちらの方でですね、ひょっとしたらログ、e、X の方がね、 最初は亀さんのようだけども、うさぎを抜くかもしれないという疑いは確かにあります。まあでも大体この角度でね、えー、単調増加ということですからね、二つもね。なのでもし追い抜かせば、下に一つになってしまうので、そういうことはないとは、えー、まあ90%確定できますね。で、y コール x はもうはるかにね、えー、上へ行っております。だから多少、まあ、 微分でグラフを書かなくともですね、あの、ルート X マイナスログ EX のグラフを書かなくとも予想はつきますね。正しい予想え。右に行くに従って、ルート X の方がログ E の X よりも優勢なことがね、まあ何をもって優勢というかという定義の問題もありますが、優勢なことがわかり、わかりますがえ、それでもですね、X に比較すると伸び悩んで、 いますね。X の方がもうはるかに上にグーンと行ってましたからね。で原点付近はね、ささえー、と先ほどは、えー、X が大きいところを見たかったので、原点付近がちょっと潰れてしまってね、えー、重なってしまっていましたので、今度は原点付近を拡大すると、下のごとくです。今度は逆に右の方がわかりませんけどもね、えー、原点付近で拡大しますと、えー、この、まあ、赤い、 紫のような感じの y イコールルート x は当然ですが原点から始まってこういう風ですね。で、えー、1の時は1ですから、1コンマ1ですね。ルート1が1ですからね。で、x、y イコール x ももちろん45度で、今度は縮尺一緒にしてありますので、えー、もうちょっと下を移さないといけませんね。ちょっと縮小しますね。こうですね。 今度は斜め45度になっておりますけれども、えー、これも1コマ1を通りますね。まあ、ルート X と今 X の比較はしてませんし、これはまあ、えー、結構数学1などでもね、しますので、えーどんえー、分かってらっしゃると思いますけれどもね、ルート X の方が0から1の範囲では優勢で、えー、X より勝っておりますが、その後抜かされますね。で、ログ EX の方は原点は通りませんからね、1コマ0を通って、もうこっち側でもはるかに下ですから、 ある意味簡単ですね。問題はここからが、まあ、結構このルート x と競合するというか、えー、似てるんですね状況がねこんな感じになっておりますからこういうこともね、えー、改めて理解されるといいかと思いますね、えー、数学は階段を登ってですねいつも言ってます僕が言ってます一段ずつねしっかり登れば必ず理解できます えー、登れないところの階段にぶつかったらですねその階段の部分のみ一生懸命登れば必ずまた次の高さに到達できますね。でそれと同時にですね、えー、自分の登った階段に「まあ、登り漏れ」というとおかしいですけどもね気が付かなかった点があるかもしれませんので折りに触れてこういう当たり前のことをですね、えー、これなんかもですね、まあ、受験生なんかの皆さんは結構気が立ってると思うので、まあ、こんなことはもう簡単なことで分かってるじゃないかと。 言われるかもしれませんけれどもね、えー、結構ね、当たり前のことをこう、図でね、えー、細かく、まあ悪く言えばくどくですね、見直したりすると、またそれはそれで結構発見があるんですね。えー、ルート X なんていうのはね、もうポンと考えればね、えー、X に対してルートを取ってるので、当然もうこれ100だったら10、ね、25だったら5ということですからね、X の方が当然大きいと思い込んでる 方もいいらっししゃいますし1より大きければ当然そうですからそれで大丈夫なんですけどねだからつい1より小さいところでも、ね、例えば0.9のルートとかね0.09のルートなんていうのは、ねえー、0.3ですよね小数点がこう結局2乗すると逆のような作用を及ぼすのでね1より大きければ、ねまあ、言うまでもありませんけども10とか1より大きければ2乗すれば100でさらにでっかくなりますけども 0.5とかは2乗すれば0.25というふうにねちっちゃくなっちゃいますからねなのでですね今は何をしてたかというと余分なおしゃべりをちょっとしましたが何をしてたかというとル、えート x と loge、まあの x そしてはるか大元は本当は x と logx ですねでそれを、えー、仲裁してくれるのがルート x だったんですね で、えー、まあ蒸気のことからですね。こういうことがちょっとわかりますね、えー。よろしいでしょうかね。こういうことを理解するのが重要なんですね、えー。蒸気のことから、例えば大雑把。本当はもうちょっと精密な証明がまあ必要な場合もありますけれども、大雑把に、えー x が無限大ですね。もう右側の方にずっと行くときに log e の x 分のルート x ね。えー、グラフと一緒に見ま、見ておきましょうね。と、ログ e の x はまあ一番この中では遅いんですね。発達が遅いというかね。えー、で、ルート x の方が勝ってますので、えー、発達の遅い方、勝ってる方ですから、こっちが勝ちます。両方とも無限大に発散するとはいえ、勝って無限大。ただし細かくはやっぱり精密な証明が必要なんですね。 で、ログ E の X 分の X は、もちろんこれ X がもう抜群に勝っておりましたもんね。なので、えー、無限大ですね。えー、X が1等賞。そして、ルートが2等賞。ログ EX が3等賞と思ってればいいですもんね。それから、ルート X とログ E の X ではルート X が勝っておりますから、今度は分母の方が、えー、爆発的に増えるのでゼロですね。同じように増えるときが要注意なんですね。そうすると、 割合的にね。もう一番簡単な例としては、例えば、えー、分母が X。で、分子が 2X。もちろん、約分できますけどもね、約分にならずにですね、今、X。分母無限大ですよね。で、分子を 2X すれば、えー、分子も無限大にね。だから、無限大分の無限大なんだけども、X 分の 2X だから、X が約分できて2ですから、無限大分の無限大は、 えー、その場合は2に収束すするんですね。もちろん3 x にすれば3に収束しますから無限大分の無限は無限大は約分して1とかね慌てちゃダメですよ、ね。だけで分かります。もちろんこれらのグラフをですねまたこういうグラフをですね書いてみればもっとはっきりしますね。えー、増減表に書いてから、ね、増減表を書いてからグラフを描いてみても良いとね。 このように、例えば、無限大に発散する関数といってもですね、一口に言っても、発散ですね、まあ、増加ですね、こういうふうに、右の方にボーンと行く増加の仕方が、蒸気のように、上で説明したように、えー、なるいもの、まあ、なるいというね、方言みたいですけども、えー、弱いということですね、√x とかログ e x、まあ、上にとつですね、上にとつということはこういうことですから、まっすぐよりもなんとなく伸び悩んでいますね。 でも一応無限大に増加ですね。分数関数なんかだと上にとすの場合は、全、えー、近線に近づくものもあるので、ちょっと怖いですよね。また逆にですね、えー、今ここでは触れませんけども、x という斜めの直線にを全近線にするものもありますね。もう簡単な例としては、x マイナス x 分の1なんていうのはそうですね。x マイナス、書きませんけれども、x マイナス x 分の1だと、 x 分の1の部分が0に近づくので、大数字としては x という直線に近づいていきますからね。だからそういうこともあるので、一概に、えー、なかなか判定できないこともありますけれどもね。さて、なるいもの、ルート x やログ e の x。これは兄弟ですね。そういう点ではね。ねでもまあ、このルート x の方がお兄さんというか買ってましたもんね。で、斜め45度のまま、健全に増加する、えー、貯金のようなものですね。もう、ちゃんと。 毎月ね、えー、10万円とかですね、えー、増加する X さらにはここには触れてませんが当然 X2 乗放物線や X3 乗 X4 乗のように爆発的に増加ですねまあ爆発的というのはまた何をもって爆発的というか定義の問題もありますがねこれは下に凸でギュイーンとこう急加速でね、えー、無限大に え、発散するものといろいろあるのでですね、その比率を考えるのは、まあ面白いものですね。そういうことを考えて、まあ極限値とかね、そういう問題もあるのでね。で、えー、せっかくですからね、少し精密な証明もしてみましょうね。えー、蒸気を利用して一つ証明をしておきましょう。え、これは何をした,したいかというと、まあここにちょっと出ておりますけれどもね、この x 分のログ e の x。 イコールゼロこれの証明ですね。まあ先ほど、えー、これが1等賞でしたね。1等賞。そしてログ EX は残念ながら3等賞でしたかね。から当然もう1等賞の方が爆発的に増えるので、0というふうにまあ言いました、えー。それかまあこれのグラフを増減表を作成して書いてもいいんですけどもね。えー、そこら辺をですね、式でちょっと証明しましょうね。えー、簡単です、えー。上のグラフより明らかに定義域全域で えー、ログ X はルート X ということですよね。つまり、X が0より大きい範囲では、えー、ログ E の X よりもルート X の方がね、まあ、これは、これは二等賞でしたもんね。これはあの、今、もちろん増減表ここで提示してもいいわけですけどもね。えー、増減、もし、この証明問題だけでしたら、増減表もきちんと書かないといけませんが、こうです。と、この両辺を X。これはもう今、 もちろんこの範囲しか考えてませんからね。えー、で割、割るとこうなりますね。えー、正ですから、えー、正の数で割っても符号は変わりません、ねえー。不等号の向きは変わりません。で、こうなりますね。で、この部分っていうのは x 分のルート x ですから、ルート x で分子分母を割れば、ルート x 分の1ですね。挟み打ちということですね。で、x が無限大の時に、 これも0関係ありません。で、真ん中はちょっと不明ですが、えー、右辺はこれはどんどん小さくなりますね。例えば100の時10分の1、1番の時100分の1ですから、もう、ね、どんどんこれが大きくなるということは1割1 0億、1割1 0 0億ですからね。なので、えー、左辺0と右辺は共に0に収束するので、当然その真ん中のも道連れですね。えー、どのような X に対してもはみ出ることはありませんので、 ハサみ打ちの原理にて、えー、中辺ですね。真ん中の辺も0に収束する。つまりこうなりますと。こうすればちょっと厳密な証明になりますね。まあ、こういうことを考えた際に、結局どうして、まあ、結構うまく考察できたかというとですね。それは、ルート X に仲介してもらったからですね、えー。先ほど仲裁とも言いましたけどね。ルート X に仲介してもらうと、 増減表を書くときも、このログ X を微分したときに X 分の1になって、で、まあ、こういうところにもありましたように、X とルート X だと、こう、比率を計算しようとかして割り算するときに割り、割れるのでね、もうログ E の X だともうそのまま X と関連づけにくいわけですね。約分もできない。ね。まあ、ログ E の X の X 分の1ということは、ここ X の X 分の1乗になりますけども、そんなにしても余計、 複雑になる。余計分かりにくくなりますもんね。だからルート X に仲介してもらうということは非常にいいことなんですね。そういうアイデアをね、今日は勉強しました。では、今日も長くなりましたが、以上です。お疲れ様でした。